まあ、恥ずかしながら僕自身も、オートバイクで A クラス、去年とは年間チャンピオンというものを取らせてもらいましたが、
第3日曜日に揚げ出し調査学校、揚げ出し調査学校で、朝9時エントリー開始というふうになっています。その次の競技日程は12月の第3週第3日曜日に同じく群馬市の揚げ出し調査学校なんですね。でちなみにその12月の第2週にはクリスマスフェスタということで揚げ出し調査学校なんでイベントもあるそうなので、興味のある方は、地元の方は、ペナルティが、ペナルティが分かりやすいペナルティを紹介していこうかなと。